こんにちは。とりあえず やれそうなことをやっていく。どうせね、謎解きになるんで最終的には。世界地図まだまだだもんね。炎もちろんダメ。いっぱいしか通れない。2回かよ、マジか。難しくなってんね。めっちゃ難しくない？そんなの。これは多分埋められない。うわお。え？あ、4ターン。言ってる。言ってる。正気ですか？でもこれさ、右側に行ったところで、それ以降がないわね。これも持っていけないわけでしょ。はい。4回目でアウト。あの岩を多分私はどかせないから、右側には行けないはず。星を取るのも今ではできないはず。本当かな。なるほど。なんか力が必要である。金がある。何らかの力が必要であると言ってます。そうですか。ただこの辺から上に行くことはできる。意味ないか。下からブロックを上のエリアに運ぶはできないよね。できないよな。エリア間の物体移動禁止は絶対ルールとしてもう考えちゃっていいのかな。じゃあ、今日はあんまりここは探索できない。また来ます。入っちゃった。ワークだね。なんか入っちゃった。上陸する向きによって変わるのかな。なんかあそこで寝てる人がいるんだけど、なんだろうね、この台の上に持ち上げられるみたいなのが今後来るんだろうか。本当にノーヒントなのこれ。本当にノーヒントなの。困るぜ。あの箱を破壊できるようになったら来てくれ。困った時にノーヒント。3って何？スターか。15。まだまだね。じゃあ、さっきの渦のとこ戻って、左のエリアに行った方がいいと思う。順序的には向こうで。順番としては、ちょっと待って、この地形、こっちから来たことなかったんだっけ。なかったな。ああ、何かをやり終わったところの跡も残ってるのが厄介だね。ここは来てたんだ。だからパズルが変わってるのね。これがこのゲームのすごいところ。一回来た場所を何回でもすり倒さないといけない。今後もずっとだぞ。今後もずっとこれ必要だぞ。一回来たところを何回でも練り歩く必要がある。このエリアって最初のマップだけど、ああ、来てないとこある。そうだね、そもそも空いてないんだよな。
そうですよ。4つあるんだね。どっから来たんだ。帰ろ。星が結構15とか取れたらまだ先進める場所増えるのかな。ここだっけ。ここ来て今行けそうならやる。青色。通れないの？通れないんだ。いやー、一方通行。うんうんうん。いや、まあ、妥当だと。妥当にそういうの出すよなというもの出てきてるね。行き止まり。困ったね。1個先に行くの。箱は1個先に行く。ちょっとトリッキー。誰？方が分からない。箱をひたすら積み重ねるとかはまだできないだろうな。とりあえず上に行くのがメインルートっぽい。水。どういうことだ。水に流された時に水に流されるようになるってこと。水に流された時に水に流される方向に水が流れる。ちょっとそういうことかな。水は埋めるけど、埋めるだけ。リセットがマジで大事だね。そういう意味だと。ああでもこれって、ああでも確かいいはずだ。これは潰すはずなんだ。なんか蓋をしちゃうんだね。蓋をしちゃうんだねって言った。へえ。でこれどこに欲しいんですか。多分上。ああ下でもよかった。下で使えば鍵。ああでも下に持ってけないので上でよかった。あれあれ、なんかリスタート状況変じゃない。ん、いやいいのか。これを使ってこうするっていうステップが戻ってんのか。水の入った穴を木で埋められるのか。そもそも持っていけないってか。あはん。
わお。どないしましょうね。この箱を手前で戻せればいいんだけど、ここで止めることができないからなーって思ってます。一個先行っちゃうからね。これができればゲットなんじゃが、下のやつも箱、この箱、いや水に浮く、いや流れがあるとこうだから、今の感じだとこの2つを使っておしまいになっちゃうわ。あの箱を、あれ箱取りに行けるじゃん。箱取りに行けるじゃんか。じゃあ箱を先に置いておくみたいな手はあったのかもね。ここは先に置いておく？うん、できるはず。流れを一個だけにして、ここでこの箱を置けば二個先に来るから、あの手前で止まる。理解できるよ。箱3つ使わなかったね、そしたら。浅瀬、一方通行、開通。よし。さっきの女の子のところに行こう。ここはもちろんダメ。あ、水が潜れるようになるよーは絶対あるな。次のアップデートあたりがそれなんだろうか。黄色の物体を動かせる。青色の水の能力を手に入れる。なんたらかんたら。一旦普通にパズルだけど、今は何もできない。スルー。鍵をこんなに使っていいのかね、贅沢に。はい、女の子いる。月。音符マークだな。確かに今音符マークなんか変なマーク、音符には見えなかったけど変なマークはある。これさっき解いてないやつ。あ、でもこっち側に来たのか。青色を止める手段がないよねって言ってたやつだから、やっぱり今解けないんじゃない。よし、そうすると、ここの上だね。でも、あれ？これは乗れるの？これは乗れるんだ。なんか俺見間違えたの可能性もあるな。これは乗れるんだ。はい、これも乗れるんだ。はい。
じゃあ行き止まりじゃん。ここではない、ここでもないでしょ、そこでもないでしょ、ここにそもそもそういう水たまりはないでしょ。下って言ったんだっけ。来てる来てる、これ一周しちゃったよね。特に得ることなく全部回ってきちゃった。この右のエリアに行きたければ、その青い鐘を鳴らしなさいが今のミッションなんだかと思いますけど、普通にできるやん。なんでこれを見直すん。できました。ってことはそこはまあ回ることはできるね。そうすると水が流れて鍵取ってこっちに行ける。いいよいいよ、進んだ。水がめちゃくちゃ水水、水流が2つ重なってる場所は北方、なんだ、なんで上向いたのか分かんないけど上向くらしい。どういうルート取り。ここで上に向かって流れるようにしてあげたかったのかな。なんかここにこれがあったら上に誘導されるとかあるのかな、知らんけどね。押した方向に行くのかな、ちょっとまだよく分かんない。押した方向で水流に乗って向こうに行ってこんなことになった。あ、これをここに押し込んだら先に行けないよねっていう状況なの今。うん、押し込まずに2つ、隣接する水は水流になってしまうよ。さらに物を持って帰るとアウトか。これ先行けるか。川の上に浮かべることができるっていうやつは何だったっけ、何だったっけってどういうこと、忘れた。川の上に浮かべるっていうのは乗れるわけではない。あ、ここ通れ、ちょっと待って、通れる水と通れない水の区別使いついてへんわ俺。あれ、浅い色でもこの上のあそこはダメなんでしょ。水の色で判断してるとちょっと理解はできなくなっちゃう。水の色ではなく入れるなら入れるよ。そう、パーツが、あ、真ん中に水があるよ。穴埋めて水流して、水流すと埋めるけど出られない。水溜めて、ちゃうちゃう、物が2個あればいい、違うね。あれ、
それは、それは沈むの？それは沈むの？そこに溜める方法もないしな。あれなんかここ難しい。難しい。本当に今解けるのかな。わかんないです。普通に解けないやつ、これ。なんだ？なんか、今じゃないってことある？今、行き先どこもなくない？これまた俺、あれか？探索不十分によることが起こってる。絶対に今水を潜れますの能力がないとこっから先はいけないよ。水を潜れますの能力を手に入れる抹消が欲しいのね。それはそうなんだけど。
どんどん上に向かって線を伸ばせるか。危ない。これをこっちに入れちゃダメなんでしょう。でもすごい、最終的にあそこに穴があるから、ん、なんか違うと思う。ここ行くためにはこの青色を破壊できる能力が欲しいんだと思う。なんか飛ばしすぎてる。わかんない、本当にわかんないんだよな。こういう時探索ゲームでこうなった時の解決策が探索することしかないからわかんないんだよね。右側はいけないでしょ。今この島ではありませんの可能性まであるから、ここの下歩けないとどうにかしてるぜ。これ絶対その泳げる能力でここの先行けるんだと思うよ。そこまで分かってるのに能力の場所が分かんないという積み方してるのに、やりたいことは分かんの。ここは泳げない、横のラインが入ってるところは泳げないとダメ。横のラインが入ってるところは泳げないとダメ。左行けない、下から来た。上が2箇所あって、これが解けない、これは解けない、これはなぜ解けない、これは何があれば解ける。俺は水流を逆らうことができるよみたいなアプデがあればここはいけるけど、ここはこれ以上いけない。ん、なんか本当に不思議な積み方をしてる気がする。このエリアは泳げないと上には行けなくて、流れに逆らえないと右上に行けなくて、あそこの青い玉を取るには、青い玉を取るにはそこの箱をこの穴を埋め、意味ないな、穴を埋めるだけでしょ。箱がここまで運べればあの穴を埋められるから、穴は埋められるよってだけだね。それ以上いけない。
ああ、でもこれ最初から置いといたら割った上で1個隣に行くのかな。ただ穴を埋、この穴を埋めるのに箱を使ってしまうので答えにはならない。右側に、戻ってきちゃった。なんだこれ。いや、え、ここ今じゃないわ。そしたら今何もできない。え、本当にこれがパズル的に解けないだけなのかな。あそこを押したらめちゃくちゃ変わりそうな気はするけど、これがパズルとして俺は解けてないだけ。木の箱を上から押す、これを上から投げる、流れができて終わり。え、嘘、本当？あ、できた。水を2つ重ねるわ。穴に水を埋めました。その状態だと水流になります。で、ここ俺勘違いしてて、箱が2つ先に行くっていうのを完全に今ここで忘れてた。ああ、よかったよかった、わめいてました。 OK、 泳げるではないな、あら、干上がるな。 OK、 ここまでにしましょう。じゃあこの辺のエリアはまた次回。